同じ国際アライン課、横井と申します。同じく国際アライン課、栗原と申します。今日は私たちが入試や就職試験の際に使えるお辞儀のポイントをお伝えします。よろしくお願いいたします。特に女性の方は内股になりやすいので気をつけてください。続いて2つ目のポイント、姿勢です。胸をしっかりと広げます。肩が巻き込まれ猫背になりやすい方は特に気をつけてください。それでは実際にお辞儀をしてみます。首を下げ、背中が丸まらないように意識し、目線は斜め前です。頭を下げた後、一呼吸を置いてから頭を上げます。それでは実際にやってみましょう。お願いします。1、2、3、4、5、5カウントで行うとやりやすいです。それではもう一度行います。お願いします。1、2、3、4、5、以上です。いかがでしたか？お辞儀はほんの一瞬の動作ですが、その一瞬がイメージを大きく変えます。鏡を見ながら練習してみましょう。私たち国際アライン課では、このような立ち居振る舞いの授業も多くあるため、就職活動や実際に働いてからとても役に立ちます。オープンキャンパスでも体験できますので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。